タラクティブサイネージの見てねのご紹介をいたします。インタラクティブサイネージ見てねはカメラを使ったインタラクティブなサイネージになっています。このように画面の前で人が動くとですね、その人の動きに反応してこのようなエフェクトをかけたりとか、そういったことができるような仕組みになっています。で、人の動きだけではなくて、これも動きですね。で、こういった静止画素材を差し替えることでどんどんオリジナルのエフェクトを増やすこともできます。で、これも静止画1枚を用意していただいて、これだけ画面をダイナミックに変化させることができるということで、非常にアイキャッチを高める効果があります。で、その他に、このように顔のを認識して人の属性に合ったコンテンツを創出するという機能もついています。今、女性が前に立ってますので、女性向けのカクテルをおすすめカクテルを表示しているというようなものになっています。で、さらに、この画面の上の方で、サムネイルがあるんですけれども、これを、首の動きで、ジェスチャーで選択をすることができるという機能もついています。で、今静止画に対応していますけれども、この他に、動画を選んで再生するというようなことも可能になっています。これもエフェクトのサンプルなんですけれども、この星の画像はオリジナルの画像を差し込んでいるものなので、このフレームの静止画と、星の静止画を用意するだけで、これだけのオリジナリティあふれる演出ができます。このようなコンテンツのイメージだったりとか、そういったものに合わせて自由にお客様の方で組んでいただけるインタラクティブなサイネージになっています。先ほどのが静止画の AR だったんですけれども、こちらは動画の AR になっています。もちろん前から、このように人の顔を認識しまして、それをトリガーにですね、クロマキー動画をリアルタイムで合成するような AR になっています。非常におもてなし演出でも適したサイネージになっています。以上のように非常にインタラクティブで、面白いコンテンツを展開できるミディネなんですけれども、バックツールも充実しておりまして、カメラで認識したその属性ですね、何歳ぐらいの人がどのような性別の方がこのディスプレイを見たかというものもログとして集計することができますので、情報訴求だけではなくて、マーケティングデータの収集にもご活用いただけるような仕組みになっています。